はい、今回はドラゴンクエストビルダーズ2の動画アップしていきたいと思います。まあ、前回ね、明るいポップな処刑場を作りました。まあ、そちらの動画まだチェックしていない方はですね、この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらの動画も見た上で今回の動画をお楽しみください。で、今回は建築というよりは場所をご紹介していきたいと思います。ここはですね、まあ、地下になってるんだけども、こうやって入っていくとですね、こんな感じで通路になっています。で、細かくね、こういったガラスのね、引き戸を使いながら通路を作ってたんですけど、まあこのやり方は割と僕いつもやってますね。で、こうして入っていって、ここが隠しエレベーターになってます。はい、上に上がってこれると。こういう感じですね。まあ、パッと見よくわからないんだけど、ここがね、目印になってます。このブロックね、レンガの床と、このレンガのね、壁と、まあ、違うデザインなので、よく見ると、あ、ここに隠しエレベーターあるんだなと、わかる形になってます。はい。でも、ここはおまけです。次のとこ行きましょう。で、こちら正面ね、奥入っていくと、通路がね、さらに奥にあります。はい、ここね、地下カジノとなっています。どうでしょう。まあ、カジノはね、割と何回か作ったりしてるんですけど、こういうスロットをね、置いてカジノっぽくしてみました。はい、じゃあ次行きます。はい、で、地上に戻ってくるとですね、ここは遺跡っぽい感じでね、なんかかつて何かを作ろうとしてそのままになってしまったエリアって感じです。だからあえてね、ここには何も作っていません。で、この先ね、進んでいくと、こういう感じのね、変わった街並みのエリアとなっています。まあ、ここをね、今回紹介したいなって思っていて、で、内装がほとんど作られていないんですけど、割とね、変わった作りになってます。これですね。はい、変わった感じのデザインになっているんですけども、まあ、前回の動画でも言ったんですけどね、このマシンの壁を屋根に使ってみてね、なんかこう適当に作りたいなと思ってやったエリアなんですよ。うん。で、大理石やたらと思ってるんで、大理石も使ってっていう感じになっているんですけども、まあ、ここのね、建築は、実は一から作ったって場所がほとんどなくて、逆に掘ってるんですよね。掘って、だからもともとは、今僕が立っている、ここのね、高さぐらいまでブロックがバーって、全体的にね、敷き詰められたのを掘って、部屋にして、家にしているっていう感じになってます。なんでここもね、前までは単なる壁でした。それを掘って、作ったっていう形になっています。で、このエリアでね、一番好きなのはこの家かな。これ、砂岩で作ったんですけど、僕は和風ダウンロードコンテンツを持っていないんで、和風建築を作るのがちょっと大変なんですが、こういう感じでね、ちょっと和風っぽいお家をね、作ってみました。ここのね、中は内装はね、特になかったんだけどもね、この中からこうやって見ると、なかなかいい感じの作りがいのあるね、家になってるんで、まあ、また内装作ってみたいなと思ってます。で、まあガラリと雰囲気は変わりまして、はい、ここはね、明るいライトでね、照らされた家になってて、まあ、大理石をふんだんに使ったお家になってます。大理石とね、この
ブロックライト、すごい相性いいなと思ってるんで、結構ね、合わせて使うと、こうなんか光の反射がさ、しっかり出るじゃん。これが好きですね。で、先ほどお見せした地下カジノはね、ここから、ね、覗くことができます。で、こちら。またね、ちょっと海辺の家っぽい感じのものを作っておきました。ここいい感じですよね。海辺の明るいね、楽しい感じにできたんじゃないでしょうか。で、まあ、僕ね、結構こういうの好きなんで作ったんですけど、今回も。ここはね、あの酒とかで酔いつぶれて、そのまま死んだ人間を埋めるとこです。スコップとか置いとけばよかったかな。で、ここが一応ね、そういった人を治療する薬剤師さんの家ですね。でここら辺はまあなんだろう、銀行的な感じですかね。自分でもなんか作ってて、今回コンセプトなしで作ってるんで、まあ、何が何っていう説明がうまくできないんですけど、うん、はい、ではね、今回は一度ここでお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。